株式会社八天堂は日本でクリームパンを主力商品としている広島県三原市に本社がある製パン企業。八天堂は1933年に和菓子店としてスタートした。1953年に法人化。時代とともに和菓子店、洋菓子店、パン屋と業態を変え、現在はスイーツパン専門店として2019年1月現在、 日本国内に26店舗、海外5カ国に展開する。看板商品は新鮮な生クリームを使ったカスタードクリームなどを詰めたクリームパン。初代森光が広島県三原市に1933年に和菓子店森光八天堂を創業したのが発祥。二代目吉文はセ生の八天堂ブランドを掲げ、洋菓子店として100品種にもわたる。 他品種をラインナップした。三代目高宮美は神戸にある老舗パン店フロインドリーブで修行した後、26歳で株式会社八天堂に入社。1991年に高ちゃんのパンやブランドを立ち上げ、その後7年間で10店舗に拡大した。1997年には高宮美が会社を承継したが大手コンビニエンスストアが進出し、 競合店が増加するなど市場環境が変化し、2001年、五郎には民事再生法の申請を検討するほどに資金繰りが悪化していまう。そこで地元スーパーの声を受けて、地元食材や天然工房を使った無添加のパンを県内のスーパーに販売する卸売りに事業に転換し、窮地をしのいだ。さらに生き残り策として2008年には多品種展開をやめ、 スイーツパンの専門店に転換を図った。これが走行し、冷やしして食べるクリームパンが手土産として爆発的にヒットし、ブランドを代表する商品となった。生クリームを使用しており、鮮度が重要な商品だったが、広島空港に近い立地も幸いして、東京展開にも成功。これを契機として、野号を八天堂に統一し、 スイーツパンの専門店としてのブランドイメージの強化を図った。2017年以降、海外展開を積極化。店舗内に製造機能を持つカフェ業態でシンガポール、オーストラリア、カナダ、香港などに出店している。城下町の面影が残る三原市の港町で生まれたブランドであることを感じられるよう、パッケージやパンフレットに三原城跡の版画や絵地図、 古い写真などを織り混ぜたデザインとなっている。また、シンボルカラーとして、茶と黒の特色2色を主に使用している。ありがとうございます。